ビールズリーグ第2節トップ番隊 B&B 開幕戦リベンジャーズに劇的勝利を飾り、チームの雰囲気は最高潮のトップ番。バンドリュージ監督は誰が出ても勝てるチームを目標に掲げ、開幕戦からスターティングメンバーを少しいじってきました。最強大学生相手にどんな試合をするのか注目です。一方こちらは B&B、 初戦は最強インフルエンサーチームウィナーズ相手に善戦したものの惜しくも敗戦。しかし彼らに下を向いている暇はありません。この試合で強さを証明し、ビールズリーグの上位に食い込んでいけるのか注目の試合です。熱いゲームを期待しましょう。このゲームの実況は原大吾がお届けいたします。本リーグ戦は前後半20分ハーフ、交代制限5人までとなり、強度の高い試合展開が予想されるビールズリーグ特別ルールとなっております。両チームのスターティングメンバーです。トップ番システムは 4-4-2、 ゴールキーパー江口達也、ディフェンスライン右から達也、 J、 下道園の匠、山田樹、中盤ダブルボランチに富山大輔、亮太、左サイドに角保辰樹、右サイドに藤巻浩二、最前線に遠藤翔太と大本明人の2トップ。注目選手はワグです。前節はスタメン出場し、西ヶ丘のピッチで躍動していましたが、今節はベンチスタート。チームのムードメーカーの出場はあるのか注目です。一方こちらは B&B、 システムは同じく 4-4-2、 ゴールキーパーは村山英吾、ディフェンスライン右から藤原歩、野田翔太、大沢沙和と岡部優也、中盤右から横山俊介、三輪博人、辻空、長友翔斗、ツートップ右から新谷結衣が信岡光の11名となります。注目選手は9番の信岡、 B&B の圧倒的エース。得意の左足からゴールは生まれるのか注目していきましょう。さあリールズリーグ第2節トップ番対 B&B、 今キックオフです。 B&B のキックオフでスタートしました。左にエンド、赤いユニフォームトップバン、右から左に攻めていきます。白いユニフォームが B&B です。初戦はミナーズとの対戦、最後の最後同点に追いつけそうなシーンもありました B&B ですけれども、初戦落としたところ、立ち上がりからガンガン攻めていきます。逆にトップバンの方は試合終盤のゴールで1対0の勝利、初戦を飾りました。開幕戦の勝敗というのは対照的だった両チーム。まずはコーナーキック B&B です。中央大学のサッカー同好会、非常に日本の中でも強豪のサッカー同好会の一つです。前回のウィナーズ戦でもそうでしたけれども、後半にかなりコンディション体力を上げてきまして、かなりチャンスを作っていました。やはりこのあたりというのは毎日練習を積んでいる若い大学生たち、勢いがあります。セカンドボール拾う、キャプテン信岡が運んでいきますが、これはクリアボール。今日は9番の信岡がキャプテンマークを巻いています。スペースに出ていきますが、これは冷静に江口達也がゴールキックにしました。一方トップバン、バンドリュージ監督率いるこの赤いユニフォームトップバンですけれども、1000人以上の応募があって、その中から選ばれた選手たち、開幕戦でも非常にいいプレー、強いチームだなというのを見せつけました。一人一人の個の力というのもさすがでしたし、決め切った亮太のゴール、そして坂東龍二監督の明るいキャラクターもありますので、より最高潮のテンションでこの第2節に臨んできているはずです。岡部のロングスロー、流れたところ、これはトップボールになります。藤本がこちらも長めのスロー入れてきます。スローインが続きます。19番岡部はロングスローを持ってます。信岡ターゲット、キャプテン同士のマッチアップです。 J と信岡2人で挟みに行く。
信岡のところにはぴったりマークがついています。コーナーキックになります。9番の信岡光は日大藤沢高校。神奈川の名門出身の選手です。ここをターゲットにしてきます。そしてこの岡部優也の精度の高いキックがあります。ニアサイド飛び込んでくる。このパスがちょっとずれてしまいまして、オレンジのこのラインがサッカーのピッチのラインということになります。厳しくいきましたが、これもボールが出ます。開幕節終わりまして、いろんなチームのいろんな選手などが発信してましたけれども、やはり20分ハーフというのはこのリールズリーグの戦い方大事になってくるという話を各選手が話していました。したがって立ち上がり、ある程度シンプルにやりながらゴールに迫っていこうという狙いです。内側に戻ってきました。 B&B 中を締めて長いボール、辻空からのボールです。下道蔵の匠がキーパーに戻します。江口達也、左へのボールですが、これなんとか残して藤原歩のプレー、スローインに変わっています。今日はバンド監督グレーのジャケットです。岡部からスペースへ戻す。左サイド長友から外開いている辻空、低いクロス、ヘディング、ポスト、いきなり決定機 B&B。 辻空のクロス、うまくニアで合わせました。ポストに当たってというシーン、 B&B 立ち上がり決定機、インターセプト、下道園。さあトップバン受けてるだけではいけません。一度やり直します。足元つけてワンタッチ、このあたりテクニックがありますが少しずれる。早いカットから新谷狙ってきます。 B&B のプレスにちょっと苦しんでいる印象です。トップバン の方は中盤ボランチの富山大輔、そして9番の亮太、この2人、そして前線の10番遠藤翔太、この辺りに入ってくるとかなり攻撃が多彩な攻撃というのが出てきますので、そこにボールを入れたいんですが、その前に引っかかっているというここまで立ち上がり5分。この10番遠藤が競る、大きなクリアにします。ルーズボール、ジェイとゴールキーパー江口、ちょっとコミュニケーションうまくいかないタイミングもありましたがキャッチしました。江口達也です。エドオールというクラブでプレーをしてまして、ゴールキーパー兼強化部長もやっているというゴールキーパーです。真ん中ズバッと刺した、ターンして左へというボール、大本からのパスでしたがつながりませんでした。一つズバッと長いボールで刺していきました。逆に村山英吾のキック、江口達也が出てきます。右サイド横山、戻ってきた角保ですが、横山が入れ替わりに行く。角保のタックル、ボールに行きました。亮太が拾う、決定力のあるボランチです。亮太ちょっとスピードを落とします。遠藤が触る、亮太間へのパス、入れ替わりに行くがまだ持ってます。亮太、遠藤がスペースへ走る、逆サイドを見ていた、浮かせたボール、8番の藤巻浩二が入っていきましたが、少し亮太が強引に運んで前進してきました。トップバンです。あの辺りのボールの持ち方を見てましても、やはりトップバンの選手たち少し余裕を感じながらプレーしているかもしれません。ただまだなかなかシュートまではいけていないと。トップバン長いスロー、セカンド拾う亮太、頭でつなぎますが挟みに行く B&B、 早い攻撃を狙う、左出てきた、ワンタッチ、もう一枚来る、後ろから湧き出てきます。長友が行く、長友ショート、右を使う、ダイレクトのシュートだ。
横山俊介左足のフィニッシュ。江口達也はしっかりとキャッチしました。いい入り方をしています B&B。 いいフィードです江口。ピタッと止めて藤巻、遠藤外しに行く。遠藤この人一人で行きます。遠藤仕掛ける10番遠藤のシュート。ゴールキーパー村山英吾がしっかり止めました。ただトップバンシュートまで一つ行きました。この村山ゴールキーパーの情報としましては足が30センチあるという情報です。その足から繰り出されるキック距離が出ます。 J が触りました。ちょっとバックパスになる可能性もあったのでキャッチはできませんでしたが、山田樹長いボール、いいボールが来ます。ここで大本キープ、つないで遠藤から右、つながった藤巻仕掛ける、エリア入ってくる、藤巻切り返した、横使うチャンス、シュートだ。富山大輔のシュート、ナイスセーブ。いや低いいいコースに飛んでましたが、村山英吾ナイスセーブです。富山のフィニッシュでした。チームの心臓です、この19番富山。トップバンの初めてのコーナーキックになります。9番の亮太が入れていきます。少しリズムを取り戻しつつあるというトップバン。まだ立ち上がり10分という言い方もできますし、前半の半分という言い方もできます。少しサインを変えて入れてくるヘディングシュート、角保たつきが入ってきていました。一つナイスセーブがありました村山英吾。中央大学附属高校出身のキーパーです。まあ、今日キャプテン、まあ、このサークルのキャプテンであります阿部誠が不在となってます。したがってフォワードの信岡がキャプテンマーク巻いてます。遠藤から浮かせたボール、セカンド拾えるようになってきました。トップバン角保から左へ、後ろで富山切り返す。ここなかなかボール取れません。縦パスですがちょっとミスになりました。少し押し込まれる展開も見まして、村山が上げようと声をかけています。前線信岡体が強い、弾んだボール狙っている、クリアボール、セカンド拾ったトップバンの出足、藤巻預けて出ていこうとしましたが、これ繋がりませんでした。一気に前線へ、フォワードの新谷が追いかけていきました。新谷優雅です。新谷信岡のツートップ、そしてこの岡部のロングスローがあります。いいボールが入ってくる、キーパーです。近くからつないでいきます。少しずつリズムを取り戻してきましたトップバン。この富山がボールを触り出すと確実にリズムはできてくるはずです。いいところに入れる亮太がサポートを運びながら、亮太、遠藤は逃げる動き、そこを使ったパスですがちょっとずれた。岡部が絞ってきた大きなクリア、信岡が狙っている、入れ替わった、信岡だ先制 B&B。一瞬の隙逃しませんでした、エースだ。信岡光る、ゴールパフォーマンスが出ました。
下道園と入れ替わって見事なフィニッシュ。結構バウンドもしてますし難しいフィニッシュだったと思いますが冷静でした。サークルですが飲み会にはめったに顔を出さないレアキャラという情報も入っています。キャプテン信岡、その信岡がしっかりと決めてみせました。先制 B&B です。開幕戦4試合見ましてもこの先制点というのが非常に大事になってくるというのは両チームの選手分かっているはずです。バンド監督、今日は追いかける展開になりました。開幕戦の裏側の映像なんかが出てましたけれども、バンド監督は梶コーチに交代なんかもよろしくな、耳元で言ってくれと言ってましたが、今日はどう動いてくるんでしょうか。梶明コーチが実質監督という感じかもしれません。ただ勝負師バンド龍二さん、絶対に負けたくないはずです。少しずつトップバンの方もリズムをつかみ始めていましたけれども、 B&B が先制に成功しています。あとは B&B の方は中央大学のサッカーサークルですので、かなりマネ、いいボールが出た、信岡抜ける、オフサイドない、信岡だ、追加点のチャンスでした。優しいスルーパスから左足のフィニッシュ、これは江口が止めました。2点目が来ますと非常に大きな2点目になります。両手運びますが引っかかる、トップワン、ここで引っかかります。富山のところでしたが、ここはつなげませんでした。右のサイドバック藤本達也、開幕戦はワグが出てましたが、今日の右サイドバックは藤本です。相手を見ながら富山、スッとターン、ちょっとタッチが大きくなる、からなかなか前に運べませんが、両ター、遠藤です。遠藤翔太、この人もキープ力あります。ファールです。6番の野田翔太のファールを取ります。こういうセットプレーからまた流れをつかみたいところです。両太が少し声をかけます。ウィナーズのメンバーですかね、今映ってます。にゃ、左を使って辻が運びます。辻からスルーパスでしたが繋がりませんでした。辻空そのまま追いかけていきます。富山相手感じながらターン、やめる、いいところで受ける、引き出してというところですが、ファールを取ります。遠藤のファール、いいプレスでした。野田翔太です。距離はありますが岡部が長いボールを入れてきます。キーパーが出る、キーパーナイスキャッチです。江口達也、高いポジションでのキャッチでした。一つ落ち着かせてつないでいきます。藤本、キャプテンの J から下道園、近くつないで亮太が落ちてきます。ここの中盤のプレスで結構苦しんでますが、ワンタッチで外す、大きな展開、ショートパスから長い展開、右を使った藤巻ですが、いい対応です。少しただ今リズムができかけました。トップバン遠藤、
遠藤行く、タックルが入る、セカンド拾って亮太、やり直す富山、足元つける、縦パスですが引っかかる。一度大きなクリアにしました B&B。 残り間2分ちょっとですので、まずはリードして折り返したいという B&B です。両手から右 J です。 J のフィード、スペースに出てくる、イボル繋がって富山、富山です、運んでいく、スルーパス、こぼれる、クリア、長友ゴールキックにしました。このトップバンの攻撃はしのぎ切りました B&B です。まあ、若さもありますけれども、しっかりとした、まあ、冷静な気持ちを持ってゲームをコントロールしているように見えます B&B。 新谷まだ持ってます、間狭いとこ来る、左を使って入れ替わる、長友中を見る、右足マイナス、下道尊狙ってた、クリア十分じゃない、入っていく、狭いところ、足を出しました、すぐ切り替える、素早い切り替えでした B&B。 残り1分ほどです。前半岡部優也、これも深いところ取ってきます、のぼか幅がありますが、これはコントロールはできませんでした。藤本、体を使って藤巻ですが、拾った B&B、 新谷、富山から真ん中、うまく入れ替わって角棒、左を使います、サイドバック山田樹、やり直し、下道園の長いボール選択、ちょっと短くなる、ここで前半終了です。キャプテンエースの信岡光のゴール、B&B が先制しています。後半20分のスタートです。 B&B1 対0のリード、エンド変わりまして、 B&B が左にエンド、白いユニフォーム、右から左に攻めていきます。トップバン赤いユニフォームです。開幕戦勝利したトップバンが追いかける展開、開幕戦落とした B&B は何としてでも勝ち点3が欲しいところです。リーグ戦ですけれども7節までということになりますので、まあ、連敗すると非常に優勝などは厳しくなってくるはずです。まあ、それを選手たちも十分分かっています。トップバンの方ですけれども、ハーフタイムに3枚変えてきました。バンドリュージ監督、15番佐藤、15番上村、5番佐藤、そして13番中村が入っています。長いボール入れ替わる、ボレーシュートですが当たりません。ゴールキーパーは江口、長いボール拾う、こういうセカンドボールもよく拾えている B&B。 ただこれ取り返してトップバン、右を使う、うまく入れ替わる、遠藤です、遠藤後ろからのシュート、正面でした。ただ後半のファーストシュートはトップバンです。まあ、少しギアを上げて入ってきた印象です。セカンドボール、このあたりやはり B&B の出足、スペースに出てくる、落として、まあ、非常に強力なツートップがいます B&B。
落としてんどう。もう一度もらいませんどう。やり直す。りょうたです。インターセプト、 B&B 出足がいい。スペースへ。信岡を狙いますが江口が出てきました。大きなクリア。逆にこれがつながりそうだ。キーパー出てくる。遠藤工作大丈夫でしょうか。これは遠藤のファールを取ったようです。キーパーに対するファールです。まあ、勇気を持って村山英吾が出てきました。あ、大丈夫そうです。まあ、遠藤の方もかなりボールを見ながら、キーパーまで見えていなかった状況でしたので危険な接触になりました。大丈夫そうです。前半見事なセーブが一つありました。やっぱり足がでかいですね。30センチあります。キックが飛びます。セカンドボール拾う。富山から前線。少しまあ前半に比べるとシンプルに前へという意識がトップバンの方は見えます。頭でつなぐ。高く浮いたボール。セカンド拾って前線に切り出していきます。中盤に中村が入ってます。両田が少しポジションを上げてます。山田 J スペースへ。ここに遠藤、前を向く。いいところに入ってきた。チャンスになる。藤巻ですがシュートまでいけません。セカンドボール拾う。外使って、後半から入った佐藤です。右のサイドバック。スペースへ。これが怖さがありますが、これは2人で挟みました。サイドバックを前半やってた藤本がセンターバックに移っています。トップマン山田。山田です。内側取って中村から縦パス。ズバッと刺した。うわ、スペースへ。抜ければチャンス。スピードがあります。遠藤、遠藤いい対応。野田の対応です。亮太、浮かせて外していく。亮太、亮太入れ替わりました。フリーキック、見事なテクニックを見せました。後半少し高い位置でのプレーも増えてきそうです。いい力のフリーキック。富山が一声かけに行きました。右足ですのでゴールに向かってくるボール、こういうセットプレーは生かしたいところ。鋭いわ。直接。ナイスキーパー。意表をついてきましたがよく反応しました村山。モーションも逆だったと思いますがよく踏ん張りました。そして亮太の鋭いキックも見事。コーナーキックです。
まだチャンスは続きます。鋭いボール、ニャー、こぼれる、ボレー、まだあります。こぼれている、粘る、両チーム粘る。ジェイ、キープジェイ、 B&B ボールです。激しいマッチアップでした。ここで B&B が交代です。トップ版の方もメンバーを変えてきます。ワグが入ります。開幕戦の時の非常に私服も目立っていました。ワグ、そして B&B もメンバーを変えてきます。阿部誠、そして辻崎達也が入ります。信岡と横山が下がりました。ワグは藤本に代わって入っています。トップバンです。長いボール、キーパー江口、左へ運びながら、斜めのボールですが、キーパー上げよう上げようとリードした B&B。 このサークルをまとめるキャプテンである阿部が入ってきました。セカンドボール、つなぐ、上村落とす、中村、富山が引き取ってドリブルで進んでいく、立ち上がってワンツーを狙おうとしましたが、その前バランスを崩したところでファールを取りました。すぐ始める亮太、中村、亮太、スルーパス、ワグが出てくる、ワグだ、ダイレクトのクロス。今日は三つ編みではありません。開幕戦の時は朝6時に起きて三つ編みをしてきたと言ってましたが、今日は少し違うヘアスタイルです。そのワグ、山田いつきと J のセンターバックに変わってます。ワグが右、長いボール、1点を追いかけるトップバン、亮太、富山、ワンタッチパス、抜けるチャンス、遠藤が来る、遠藤だ、左、決まりません。富山のダイレクトパス、遠藤抜け出し、フィニッシュでしたが、左に切れていきました。決定機、うまくキーパーのタイミング外して流し込んだイメージだったと思いますが、決まりませんでした。残り10分です。ちょっとこれは右に切れていきました。村山のキック、左に佐藤レオが回っています。 J から上村落とし、ちょっとずれます。亮太から、亮太、中村へのパスがずれる。亮太が上がってるんじゃなくて、富山がフォワードのポジションに入ってるんですね。失礼しました。富山と遠藤のツートップ気味、まあ、少し富山自由に動きながらという形になっているようです。トップバン、ターンに行く、辻空のルーレットでした。
これはファールです。流しました。アドバンテージ見ている。ワグをかわしてエリア内、チャンスシュートだ。残した江口、スローインにしました。そしてロングスローがあります。深いところ取ってきます、新谷ですが、これはコントロールできませんでした。さあ少し焦りが出てくる時間帯です。トップバン、江口のキック、そらして遠藤が追いかけていきますが、岡部です。鋭いキック、新谷が抜けてきますが、江口スローイン。じわりじわりと押し込んできます。まあ、攻めの時間を長くできれば時計もしっかり進めることができます。入れ替わる、体をうまく入れました。 B&B 岡部やり直します。キーパーを使う、長いボールにします。ワグ、中村、うまく入れ替わる、横使って両端、左を見ながら1人外す、2人目も外す、使う、ワグ、藤巻のパスがちょっとずれる、10番の宮博人からのロングフィード、山田体を入れる、これはファールです。辻崎のファールを取りました。すぐ江口が左へ、いいボールが来る、佐藤入れ替わりに行きましたが、これはコーナーキックになります。スマイラーズですかねの選手たちが到着してます。両端のキック、ニア、もう一本コーナーキックです。まあ、右足アウトスイングになりますので、後ろから入っていきます。トップバンの選手たち、巻いてくる、ワグードンピシャに追いつきました。トップバン、一番盛り上がる選手が取りました。ワグ、エンブレムを掴んで煽ります。今日は二つ結び、ものすごいヘッドでした。ドンピシャリ、仕留めてみせました。トップバン勝負強い。前節もこの終了間際終盤でしたので、今日も終盤での2試合連続ゴールということになりました。さあ B&B も勝利が見えていただけに、勝ち点3が欲しい。岡部のクロス、逆サイドいる、ヘディング折り返し、打てない。セカンドボール拾う、ちょっとこれは長くタッチライン割りました。さあただまだ2分半プラスアディショナルタイムあります。両チーム勝ち点3を目指しに行く。高く上がったボール、 J がセル、両端うまい、左足で左へ、上村が行きますが、これワンタッチあって B&B ボール、上村龍馬が走っていきました。藤原から前線、跳ね返す、もう一度スロー、残り2分です。厳しく来る、一段と球際が激しくなりました。宮から左へ展開、岡部
運ぶ岡部、クロス、上がったボールクリア、まだある、シンプルに入れる、これはキーパーです、江口。さあ今度はトップバン、すぐスローでつなぐ、藤巻、ピタッときた、岡部だ、富山のカバー、これはトップバンボール、ワグ、ちょっと短くなりました、ただヘディングは強い、セカンドボール、よー、B&B の出足、浮かせたスペースへ辻が来る、J、 ちょっとクリアうまくいきませんが上村が戻ってくる、トップバンボールです。さあ時間がなくなってきた、ベンチからも両チーム大きな声が出てます。さあ江口のキック、ゴール前にボールを持っていきたい、跳ね返す、拾う三輪、左へ岡部が来る、岡部のクロス、いいボールが来た、合わない、リョータ、リターンを受けるリョータ、かわせばチャンス、2人をかわした、リョータが行く、中を見る、もう一人外す、まだ行く、遠藤、リョータ、長いか、ちょっとタイミング合いませんでした。40分です。村山が上がれと指示を出す、長いボールヘディング設定、 B&B ボール、入れ替わった、浮かせるチャンスなる、フラッグ上がらない、浮かせて、これは上、あ、フラッグ上がってました、失礼しました、長友が抜け出していきましたがオフサイドでした。さあまだあるか、長いキックこぼれて遠藤だ、遠藤ブロック、阿部、ワグ、リョータ、リョータです、まだ持ってます、リョータちょっと押し戻されていく、Jは前線へ、上がったボール村山、前に行けという指示、長いキック、セカンドはトップバン、スペースつながった、チャンスになる、中を見る富山、富山外して、富山切り返し、左足だ、決まらない、ここまで完璧、決まりません、富山大輔崩れ落ちました、天を仰ぎます、まだ冬はならない、 J が跳ね返す、セカンドボール、中村体を使う、冬はならない、入れ替わったチャンス、 B&B 中3枚いる、長友が行く、長友横使った、うわ絞ってきた上村、まだある、拾う、前向いた、シュートは左、どちらにもチャンスがありました、新谷のシュートは左、江口のキックちょっと短くなった、入れ替われれば、まだあります、左のスペース、長友スピードがある、長友速い、 J のカバー、長友 J、 ここで試合終了のホイッスル、
どちらに転ぶか全くわからない最後まで見応えたっぷりのゲームでした。先に取ったのは前半 B&B 信岡のゴール。後半トップバンのコーナーからムードメーカーをワグで追いついて、その後は両チームに決定機がありました。結局勝ち点1を分け合う形になりました。リールズリーグ2023第2節トップバン対 B&B 1対1引き分けに終わっています。次節トップバンはヴェルディ渋谷と B&B はゴートユナイテッドとの対戦になります。両チームの今後の対戦に注目です。それでは次節必ずお会いしましょう。さようなら。